皆さん、こんにちは。マリアです。さあ、今回の内容はこちら。劇場がまるでテーマパーク。舞台、ハリーポッター、感激レポー <laughs> ということで、いやー、先日ね、ついに話題の舞台、ハリーポッター、呪いの子を、私、感激してきましたということで、いやね、ほん 本当にね、素晴らしい舞台だったのでその舞台の魅力そしてね感想を今日は皆さんにお届けしたいと思いますので是非皆さん最後までお付き合いくださいそれでは早速いってみましょう <noise> はいということでいやーもうね本当に素晴らしい舞台でした「<noise> ハリー・ポッター呪いの子」いやね私ね「ハリー・ポッター」という作品を 最初の方はね、映画もちゃんと見てたんですけれども、まあ、途中からちょっと映画もね、全然見なくなってしまったので、正直話がわかるのかな大丈夫かなと思いながら行ったんですけど、全然大丈夫でした、皆さん。めちゃくちゃ面白かったです。で、このハリーポッター呪いの子という舞台なんですが、赤坂アクトシアターで開催されています。で、来年のね、5月までのロングラン公演ということで、 めちゃくちゃゃく長いもう約1年間のね公演になっていますでこの「ハリー・ポッター」のお話というのはもう有名で皆さんよくよくご存知だとは思うんですが映画の「ハリー・ポッター」のお話とはまた全然違うお話で「ハリー・ポッター」の映画の19年後のお話。 というね設定になっているんですねなのでハリー・ポッターたちがもう大人になってしまって魔法界を救って大人になってしまってハリー・ポッターたちに子供がいるという世界なんですよね。でそこでまあ大人になったハリー親になったハリーたちが子供に対してどう接していくかっていう葛藤があったりとか子供たちの中での葛藤があったりとかってそういった中で親子の亀裂がある中で起こった事件にどう立ち向かっていくか 親子でどう,こう進んでいくかっていうところがね描かれている作品になっています。で、こう世界中でね、本当に上演されて、数々の演劇賞を取ってきているこの舞台なんですよね。で、ついに日本で日本オリジナルキャストとして上演されるということで、本当にね、注目が早くから集まっていました。 で、アジアではね、どうやら日本が初めて最初ということなので、まあ、もしかしたらね、これからミュージカル盛んな韓国とかでも開催されるんじゃないかなと思っています。で、まずはこちら赤坂の駅がハリーポッター一色にということで、 もうね、赤坂のその改札を出て、劇場に向かうところから、すでにハリーポッターの世界観が繰り広げられていて、あの、劇場にね、向かう階段が、赤坂サカスの大きな階段があるんですけれども、あそこにももうハリーポッターの、その、たくさんの、 絵が飾られていたりとか世界観がしっかりとなんか表現されていてフォトトスポットになっているんですよ。でここですでにねあのたくさんお写真を撮られたり動画を撮ってる方々が多くって私もね写真をねちょっと撮ってしまったぐらいあそこからもうすでにねテンションが上がりましたね音楽が流れていたりしてでその階段のところもハリポタ仕様になっていますし赤坂サカスとかあの飲食店街とかがあるんですけどもあそこにもハリー・ポッターカフェ ででできていてていいいそこでもななななんんか、ね、いろいろ楽しめるるよような仕掛けになっているみたいなんですよね私はちょっと入れなかったんですけどであとはやっぱり劇場ロビーも皆さんに、ね、フォトブースというかフォトスポットがあってそこですごく楽しんでいらっしゃる様子があってもうとにかくねハリー・ポッターファンのみならずハリー・ポッターをそんなに知らないで行った人たちも十分に楽しめるようなね世界観になっていました。 でやっぱりこうハリー・ポッターファンの方々がねものすごく多くって今回は舞台のファンとかミュージカルファンの方々だけじゃなくてやっぱりハリー・ポッターのファンの方々が多くいらっしゃっているのでなんかコスプレ というか、ハリーポッターのなんか、マントを着たりとか、制服を着たりとか、そういう方々もね、結構ね、見ましたね。なので、これからね、夏休みに入って、お子様たちもね、たくさん感激に来られると思うんですけども、きっとね、またコスプレをしたお子さんたちとかもたくさんね、いらっしゃるんじゃないかなって、うん、思っています。さあ、そして、この舞台、ハリーポッターは、こちらキャストは、すべて、オーディションなんですって。もうね、だから、 全てのキャスト皆さんがねしっかりとその海外から来られたスタッフの前でオーディションを受けてでたくさんいらっしゃる皆さんの中から役を勝ち取られた方々ということでもう本当にねどのお役も素晴らしかったです。 でやっぱりね注目をされていたのは「ハリー・ポッター」演じられる3名の方々ですよね。藤原竜也さん、そして石丸幹二さん、そして向井治さんっていうね、3名の役者さんが選ばれていて、まあね、石丸幹二さんとかはね、やっぱりミュージカル界のね、大スターでいらっしゃるので、よくよく舞台を拝見して、あの、感動させていただいていますけれども、藤原竜也さんとかね、やっぱり向井治さんってどうしても皆さんはこう、 舞台のイメージよりもテレビとか映画のイメージの方が強くあると思うので、ねこういった機会にあの舞台を見れるっていうのは本当に嬉しいことなんじゃないかなって思いましたね。私はね、あの、藤原達也さんも向井治さんもどちらも舞台をあの実際生で拝見したことが何回かあったので、私的には、あの、すごく久しぶりにこのお二方の舞台が見れて嬉しいなって、うん、思いました。その他に、えっ、ー、と、ハーマイオニーの役は、さぎりせいなさん。 そして、中部っぽ、青井さんというね、お二方が選ばれていて、私はね、ちぎちゃんの日に、うん、感激をさせていただいたんですけれども、いや、すごいですよね。ハーマイオニーに選ばれてるんですよ、ちぎちゃんが。もう、宝塚 OG として誇らしいじゃないですか、皆さん。でね、あの、ちぎちゃんがこれ、ハーマイオニーに、ね、選ばれた時に、私、これ19年後のストーリーだっていうことが、まずあんまりよくわかっていなくて、で、ちぎちゃんが発表された時に、えみたいな。 チギちゃんハーマイオニーってあの少女の役やるの子役って思って <laughs> 思わずちぎちゃんに「え子役やるの?」って聞いてしまったことがねあったんですけれどもいやそうじゃなくってということでねあの大人になったハーマイオニーをねもう本当にね敵に演じていらっしゃいましたうんあのー、私がね見に行った日が「ハリー・ポッター」が藤原達也さん ハーマイオニーはちぎちゃんさぎりせいなさんということで、えー、とーすごくねなんかその二人の組み合わせを見れるっていうのが私にとってはすごく贅沢たくでやっぱりお二人ともね藤原竜也さんはやっぱりこう舞台で育ってこられた方ですしやっぱり芝居の力演技力が素晴らしくって説得力もあってなんか私たちが思い描いている「ハリー・ポッター」の姿と やっぱり大人ににななっったたハハリリーー、ーーポポッッタタ親の姿が全然違うんですよねで。そこの作り上げ方が素晴らしいなと思っていてでなんかもう「ハリー・ポッター親、ね」親になった父親になった「ハリー・ポッター」全然ダメじゃんって思ったんですけどもなんかそのダメさ加減もすごくなんか藤原竜也さんが素敵に演じていらっしゃってその芝居の力で。 なんか、ハリー・ポッターってこういう大人になって、こういう親になって、もうしっかりしてよって思わせてくれたっていうところが、私はなんか、すごい演技力だったなって思ったんですよね。うん。で、ちぎちゃんのそのハーマイオニーも、やっぱりちぎちゃんの良さがすごく前面に出ていて、強くしなやかで、かつ、こう、 根本的にはしっかりしているんだけれども女性の部分もしっかりと残していくっていう部分が私はねちぎちゃんのお芝居でいつも好きだなって思うところで <laughs> そういうところがハーマイオニーにもぴったりとはまっていていやもうなんかちぎちゃんの舞台見るたびに毎回お芝居が素晴らしいなって思っていてでやっぱり OG としてね私はあのすごく素敵だなって彼女の活躍をずっとずっと拝見していてあのミュージカル主体ではないんですよねちぎちゃんって活躍が。 テレビにもね出られたりとかあとは舞台のお仕事をされていますけれどもこう彼女の作品選びというのが私はすごく好きで必ずしもその大きな劇場の対策にこだわらないというか彼女がしっかりと作品に惚れ込んでその作品を選んでいるそしてその惚れ込んだ作品に対して真摯に向き合った結果 そういう表現を舞台上でしているっていうところの、そのプロセスが見えるっていうところが、私はすごく素敵だなと思っていて。で、なんか、OG さんでも、やっぱりね、宝塚出身の方ってどうしてもミュージカルに、あの、出てる方が多いんですけれども、そこをあえて、割としっかりと、こう、 社会派な作品だったりとか、ストレートプレイの、あの、面白いなって思えるような作品を選んで出てるっていうのが、私はね、すごくすごく素敵だなって思ってるので、今回はね、ちょっとこのハーマイオニーっていうところでまた新たな新境地を開いたと思うので、いやー、これからの活躍がね、ちぎちゃん楽しみだなって、うん、思っています。で、その他のキャストの皆さんは、ロン の役を、えっ、ー、と、お笑い芸人、ね、モノマネの芸人さんでいらっしゃる、江原正弘さんと、立山早田さんというお二方でダブルキャストになってます。で、ドラコ・マルフォイ、この役を松田晋也さんと、宮尾俊太郎さんで演じていらっしゃって、私が見に行った日は宮尾さんだったんですけれども、なんか宮尾さん独特な雰囲気が、このマルフォイにすごいぴったりとマッチしていて、なんか、宮尾さんって、 ちょっと人間離れしてませんからうまく言えないんですけどもみさんの舞台とか拝見しててなんかいつもそういう雰囲気を私は感じていてだからねマルフォーにあまりにぴったりでなんかねあのすごく至って真面目にこのマルフォーというお役を魅力的に演じてらっしゃるんですけれども真面目がゆえに面白くってこう笑いを誘う場面とかもあっていやすごい素敵でしたねやっぱり宮やさん。うん で、ジニーポッター、ハリーポッターの奥さんの役ですね。この役を、まぶちえりかさんと白羽ゆりちゃん。 のダブルキャストになっています。で、私が見に行った日は、まぶちえりかさんだったんですけれども、まぶちさんもね、やっぱりお芝居が素晴らしくって、その、ハリーポッターの奥さんとしての強さ、そして、まあ、ま、あ一人の魔法使いとしての強さ、で、母親としての強さっていうところをしっかりと、本当に、あの、胸に刺さるように演じていらっしゃって、私ね、結構、ハリーポッターとそのジリーポッターのお二人のお芝居のところとかがものすごく好きで、うん、なんか感動しました。 で、あの、トナミにね、白羽ゆりちゃんがこの役を演じて、もう一人演じていらっしゃるということで、トナミのね、このジニーポッターっていうのもね、見たいなって思ってるんですよ。で、こうやってね、やっぱり宝塚の OG で、私もね、知ってるような下級生の子が、ね、こういう風にずっとずっと舞台で活躍しているっていうのは嬉しいですし、やっぱりね、ずっとずっと舞台で活躍し続けてほしいなって、うん、思います。で、まあ、今回のね、 感想なんですけれども、まあ、とにかくね、舞台の仕掛けがすごいんですよ。でなんか 劇場にもう入った途端にそのハリーポッターの世界観っていうのがひしひしと伝わってきてなんかいろんなところに仕掛けがあるんですけれどもその仕掛けっていうのがもう驚くような仕掛けばっかりでえ、どうなってんのえ、何が起こってるのっていう仕掛けが満載でまさに劇場がもうほんとテーマパーク一つのテーマパークみたいになっていて魔法の世界がそこで本当に繰り広げられているような感じなんですよなんですけれどもその 大掛かりなしっかりとした仕掛けがありつつも、その、なんていうか芝居の部分は大人の心に響くような割とお芝居になってるんですね。 なので仕掛けとその芝居とのバランスっていうのがものすごく絶妙でなので子供から大人まで本当に老若,老若男女問わず幅広い方が楽しめるんじゃないかって思いますそしてハリー・ポッターのファンだけじゃなくって本当にこの作品を一つの作品として楽しんでいただけるんじゃないかなって思いましたねうんなので子供が見て楽しめる舞台だけど私は大人の人にこそ刺さる あのー、舞台なんじゃないかなって、うん、思っています。とにかくね、役者の皆さんの芝居が本当に素晴らしい。なので、その、仕掛けもね、もちろん魔法の仕掛けもすごいんですけれども、魔法の仕掛けに負けないぐらい芝居の力が強いので、うーん、なんか、3時間40分っていう、その、上演時間が全く長く感じられないんですよ。あっ いいう間に感じらられれるぐらい引き込まれますねこの舞台の世界観にうんなのでえ映画を見てないからなどうしようかなって悩んでいらっしゃる方とかもい多いと思うんですよなんですけども十分に楽しめますもちろんね映画を全部見てる方はもっと楽しめるんですけども見てなくても本当に十分に楽しめるのでこれはね皆さん5月までロングランなので是非もう是非一度 行っってててみて楽しんでいいいいたただきたいなと思っていますはい、舞台「ハリー・ポッター呪いの子」本当に素晴らしい作品でしたうんということで今回は赤坂アクトシアターで開催されている「ハリー・ポッター」のね舞台の感激レポをお届けしてきましたけれどもいかがでしたでしょうかこの動画が面白かった役に立ったと思っていただけたらぜひグッドボタンを押してもらえると私の励みになります。よろしくお願いします。 さあそれでは今日の動画ここまでとなります皆さん最後までご覧いただいてありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ